皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はトレーニングの解説動画ということで、ケーブルを使ったフェイスプルという種目をご紹介していきます。肩の裏側、リアヘッドと呼ばれる筋肉と僧帽筋の中部、この肩甲骨の間の筋肉ですねと、菱形筋、これも肩甲骨の間にある筋肉ですけども、まあ、そのあたりの筋肉を鍛えることができます。肩の裏側の筋肉っていうのは前とか横の筋肉に比べて力が弱くなりがちで、筋力のバランスが悪くなると怪我の原因にもなりやすくなってしまうので、これもね、積極的に活用していただければなと思います。動作の仕方が2パターンありまして、それぞれですね、若干集中的に負荷がかかる筋肉が変わってきますので、目的に応じて使い分けていただければなと思います。まず1パターン目、ロープを持っていただいたら、そのままですね、まっすぐ顎のあたりに向かって引いていきます。顎のあたりに引いて戻す。肩甲骨は寄せてしまって構いません。ぐっと肩甲骨を寄せて引き切って戻す、引き切って戻す。この動作ですと肩甲骨を寄せる動作が入ってきますので、僧帽筋の中部、菱形筋も、しっかりですね、鍛えつつ肩の裏側の筋肉を鍛えることができます。それでは2パターン目の動きなんですけれども、今度は最初の姿勢は一緒なんですが、ここから腕をひねるようにして頭の上に向かって引いていきます。グッと。このやり方ですとよりですね、こうひねる動作が入るんで、肩の裏側の筋肉グッと収縮させることができます。それに加えてですね、ローテーターカフという筋肉、肩のインナーマッスルって皆さん聞いたことあると思うんですけれども、まあ、これも、肩の怪我を防ぐのに非常に重要な筋肉なんですけれども、このローテーターカフという筋肉も一緒に鍛えることができますので、スポーツをされててこう怪我の予防とかですね、気をつけたいっていう方なんかはこちらのバリエーションすごいおすすめです。この下から引くパターンもあります。これもまあ2パターンですね。グッと顎の下あたりに引いてくると頭の上に向かって引いてくる、2パターンあります。上から引いてくるパターン、下から引いてくるパターンですね、両方ともですね違いはありませんので、ご自身のやりやすい方、どっちがやりやすいかなっていうのをこう試しながらですね、探していただければなと思います。このようにですね、ちょっとやり方によって若干鍛える筋肉は違いますけども、肩の後ろの筋肉を鍛えるのに非常にいい種目なので、ぜひぜひトライしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。